えー、ひろゆくさんみたいに気楽に毎日生きるための秘訣ってありますでしょうか気楽に生きようと考えても毎日商業時間中は結果を求めて必死になってスるーズを守っております。えっと、あの、働いてる時間は忙しいのはしょうがないと思うんですけど、土日になんか好きなことだけやる時間っていうのと、あと、目覚まし時計を使わない生活を土日必ずやってください。あの、日本の大人のほとんどって確かね、7割か8割の日本の大人の人って睡眠不足なんですよ。 で、睡眠不足になると心の余裕もなくなって、普通だったら楽しめるものも楽しめなくなってしまうんですよ。なぜなら余裕がないから。で、あの、睡眠不足の人って自分が睡眠不足だと分かってない人が結構多いんですよね。で、その目覚ましぐらいかけようよってあるんですけど、あの、目覚ましをかけるのが当たり前になってしまうと、別に目覚まし時計で起きても不満は感じないし不快はないんですけど、実はもうちょっと寝れたのに、 寝ないで起きてしまうっていうことで、睡眠のチャンスを失うことがあるんですよ。で、人によってはその心配事が多い場合って、一回覚醒しちゃうと、もう一回寝れなかったりするんですよ。なので、せっかく寝た場合は、その、もしも予定がないのであれば、限界まで寝続けて、ちゃんとその睡眠負債を解消した方がいいですよね。要はその睡眠不足の状態っていうのを解消した方がいいので、なので土日は睡眠、その、土日の場合は水回し時計を絶対使わないっていうルールにした方が、睡眠負債を返済しやすい場合が多いんですよ。 その落合さんみたいな,そのなんか朝5時に起きるとか,なんか朝6時に起きるとかやってるとあんだけ老けちゃうんでだやばいんですよね落合陽一さんはすげえ優秀な人なんですけどあの人だって見た目多分ねパッと出したらもう僕と落合さんどっちが年上かもう分かんなくなっちゃってると思うんですよねでも僕の方が10歳ぐらい年上なはずなんですけどでも落合さんってなんかその、まあ、海外とのやりりもあるのでなんか深夜2時まで起きてその後なんか朝5時から会議でみたいなので。 で、その後なんか9時ぐらいからずっと大学とか会社の仕事やってますみたいになって、どんどん老けていっちゃうので。なので、あの、睡眠時間をちゃんと取るっていうのを少なくともやっといた方が、生活とか心の余裕はできるんじゃないかなと思います。 え以前15時間労働を相談した証券商員開発員ですアドバイス通り12時間勤務にして緊急性の低い業務を先送りしまくって8時間睡眠で仕事をしたらはかどりすぎて驚いています先送りにしていた業務について巻いた時間ができたことでプログラムを組んで自動化できそうで仕事が円滑さに回り始めて感謝していますおめでとうございます、えー、私の家族と上司がとてつもなく喜んでいます是非ともお聞きしたいのですが睡眠時間を踏まえてひろゆきさんの考える適切な一日の仕事時間はどのくらいですかえっとそのの睡眠時時間間適正な時間が よよって違うんですよねショートスリッパーの人とかってあの34時間でも全然大丈夫っていう人もいるんですけどあの割と1日8時間でないと全然ダメっすって人がいるのでまずその自分の必要な睡眠時間っていうのを逆算してでそれ以外全部仕事にぶっ込んでもいいと思いますよ。まあ僕その1人暮らしをしをててすげーやりたいことがある時とがるか 割と起きてる間ずっとやってたりするんですよね。なんかあの、すげえゲームに凝ってる時とかって、あの、まあ、あの、モンハン 2G とかやってた時代って、1日12時間以上ずっとプレイしてたと思うんですよね。あの、飯食ったりとか風呂入る以外は、まあ、ずっと、あの、オンライン繋いでやってるみたいな。あの、その頃なんか、会なんちゃらなんちゃらってオンラインで繋いでやるやつがあったと思うんですけど、っていうのがあるので、その、あのちゃんと睡眠時間さえ取れてれば、別にあの、好きなだけやればいいんじゃないかなと思います。